電池残量 80% 以上。デバイス1。ちょっとこれからね、どっかず東京の方にね、行く予定ができましたんで、これからね、江戸川の方に行きます。毎度遠いんだけどね、まあいろいろとね、あのお世話になることも多いので、ツーリングがてら行ってきますけども、事務所のね、場所がある西東京市からなんですけど、こっちから行く場合ね、どっから高速に乗るか迷いますよね。調布インターチェンジが多分距離的には一番近いんですけど、ちょっとね、江戸川方面行くには遠回りになるんで、少しね、あの下道の距離は長くなるんですけど、環八のねインターから入っちゃった方がいい気がして、いつもそっちから回るんですけどね。今日はね、ちょっと海外のeBay から入手したね S7 班用のエンジンケージをですね、自分で取り付けようと思ったんですけど、なかなか敷居が高くてですね、ボルト外して付けるだけかなと思ったんですけどね、そのボルトがね3本ちょっと外すんですけど、片側それがなかなか硬くてですね、ちょっとこのままやったら舐めそうだったんで、急遽ねヘルプとして、ドッカズさんに連絡しまして、先日ちょっとお話ししたね、R6 のタイヤをこいつに移植するっていう話なんですけども、それも兼ねてですね、今日ちょっと伺おうかなと思います。困った時はね、おとなしくバイク屋さんに頼むのが一番ですね。同じに吉祥寺通ります。いやー、でも近場の街で行くとね、やっぱ吉祥寺が一番好きかな。渋谷とかね、新宿はねちょっとゴミゴミしすぎちゃって、人が多すぎちゃってね、吉祥寺もまあ人多いんですけど、でもなんかね親しみがあるっていうか、学生の頃はね小金井市っていうところで、なってましたんで、なぜ赤色灯を焚いた、やめてくれ、プレッシャーをかけるのに。なんだっけ、もうやめてよね、赤色灯とか。そう、吉祥寺小金井市っていうところでね、学校通ってまして、八王子とかね、小金井市とかね、そんなところをまあ転々としてたわけなんですけど、よいしょ、さあ首都高入ります。ちょっと今日はいつもね、山手トンネル入って湾岸まで抜けるんですけどね、ちょっときついっすね。今日は真夏のトンネル、山手トンネルはやばいと思うんで、
ちょっとね、ど真ん中突きろうと思います。首都高ど真ん中ね。まあ多分山手トンネルの方が早いんですけどね。まあでも都心は今の時間は空いてるでしょう。この谷町ジャンクションのこのビル坂がすごいっすよね。ビルビルビル、ガラスガラスみたいな。森タワーやらね、六本木ヒルズ、東京タワー、富士ゼロックス、すげえよな。うわーっていうね、どういう造形してんだろうな、このガラス、本当にっていう。建築的に言うとカーテンウォールって言うんですけどね、すごいよね。ということで、渋滞中に見る東京タワーはじっくり見れますね。さて、レインボーブリッジ、いいよね、ほんとこの湾岸、このね湾岸は相当箱庭みたいですよね、本当にいいな。湾岸線到着、あともう少し。こりゃいい時間帯に乗ったな、すげえいい色だわ。めっちゃピンクい、いやいやいや、車で見るのとはちょっと違うよな、これは、そしてソニーの AS300 で撮ってますけど、今日はやっぱこういう時はソニーのね色がいいよね。ちょいかかるよね、渋滞してるとね。やっぱり遠いよな、端っこだもんね、東京のドッカーズ東京さん、ぜひ西東京の方にも作ってくんないかな。よし、ドッカーズ到着。はい、今ドッカーズ東京から帰ってきまして、辰巳パーキングエリア、辰巳第二パーキングエリアね。いつもねドッカーズさんから帰るときは通り道なんで、ここねすごく撮影というか写真撮るのにすごくね照明がこんな感じでめちゃくちゃ明るいんですよね。で非常に、都合がいいんで毎回ちょっと寄っちゃいますね、景色もね夜景がちょっと遠くにビルが見えてかっこいいしね、都会っぽい感じで、で今日はね、このエンジンケージを取り付けまして、だいぶね様相がありました。であと R6 のね純正でついたタイヤを、S21 タイヤライフもう寿命来てたんで、取り替えました。
ダンロップの、スポーツマックスですね、うん、まあこれでまたね1万キロぐらい走れるんでいいんじゃないでしょうか、うん、ちょっとどんな感じかね走行して試してみようかなと思いますけども、うんうん、なかなかいいっすね。ちょっとねだいぶ普通じゃないカスタムになってきましたけども、うん、まあこれでねちょっと今人がいないんで S7 班の紹介もしちゃおうかなと思います。僕去年の、冬にね冬になる前か秋口に、このバイクを購入しまして、まだ1年はまだまだ経ってないんですが、ちょっとね、スズキの GSX-S7 版の車両紹介、見た目の方でちょうどいいんで、ね、やっていきますけども、まずね、納車の時にね、カスタムをしたところをお話しますと、ここのプーチのね、ウィンドスクリーンをつけました。なかなかこれ形状も気に入ってますね、うん、なかなかいいっすよ、うん、であとね LED、ポジションとヘッドライトの LED を入れました。それとねお気に入りがこのウインカーなんですけど、ハザードらしいとかこんな感じで、うん、流れるウィンカーですをつけました。こんな感じでね、うん、レクサスっぽくていいですよね、うん、であとちょうど後ろ来たんでデイトナのフェンダーレスですね。まあフェンダーレスって言っても一応これねフェンダーの効果もあってマッドガードの効果もあってスリムに見えるっていうね、最初ちょっとごついかなと思ったんですけど乗ってるうちにね気に入ってきました。もうこれでいいかなって感じです。それと、K2 ファクトリーっていうところなんですけども、これ今日つけたねエンジンケージ、これはね、eBay っていう、まあ、海外のね、ヤフオクみたいなやつなんですけども、そっからね、取り寄せました。こう、12000円ぐらいだったかな。結構安かったですよ。12000円、ん?そんな安くなかったか。ちょっと忘れちゃいました。購入して3週間ぐらいかかりましたね。うん。それと、ベビーフェイスの、バックステップ、まあ、これはポジションの調整というよりも、剛性感の、良さ操作性の良さその辺がね劇的に変わりましたね。ポジションはあんまり変わってないですけどこの剛性がねものすごく良くてブレーキもシフトチェンジもねカチッカッチリしましたね相当かなりいいカスタムだなと思います。でマフラーがアクラポビッチの GP シリーズメガホンチタンってやつなんですけどもこれはなかなか音がいいですね、うん、であとハンドルの方行きまして、ジータのね、アーマーガードこれはよくオフロードとかモタードで使われるやつなんですけどもここにねハンドガード通常つけるんですけどもこれはちょっとストファイっていうこともあってすっきりさせたかったんで、あえてねハンドガードはつけずにこのアーマーガードだけつけてます。まあ普通はね多分モト GP とかでもよく見るレバーガードみたいなねちょっとこうもっとスリムなやつをつけると思うんですけどもまあちょっとモタードっぽくてしても面白いかなと思ってこういうのにしましたね。でレバー類は U かなやってとこの色が選べるレバー類レバーの本体がブラックで調整の、
ピンがゴールドにしました。で、ミラーがね、ちょっとメーカー忘れちゃったけど、ホリゾンタルミラーですね、うん、ちょっとメーカー忘れちゃいました。そんなところ、まああとあれか、ストンプグリップですね。これはちょっと気泡がね、許せないんだけどね。まあもうしょうがないですね、ここまで来ちゃうとね。うん、まあこれハングオンしないから、上のやつ上がっちゃってもいいかもしれないな。うん、このバイクでハングオンはしないんで、この下のだけ機能すればねいいかなと思うんで、これはもしかしたらちょっと剥がしちゃうかもしれません。うん、そんなところかな。うん、まあ、あとはキャップ類か。うん、あんまあれですけども、この辺は全部吉村系の、つや消しブラックのね、キャップにしてます。質感は上がったかなと思いますね。うん、まあざっと外観的な感じでやってますけども、まあ、このスタンドフックとかね、うん、まあそんなところで、一応これで S7 班は一段落といったところでしょうか。うん、タンデムもねこのバイクはするんで、まあシングルシートはしないと思います。うん、まあそんな感じですかね。ちょっとエンジンをかけますか。なかなかいい音するんですよね。じゃあそういうことで、よいしょ、行きましょう。よいしょ、涼しい。ここは加速が怖い。加速してサッと出ないと引かれますね、後続車に。おー、いいなここ、やっぱりな、夜来ると。うーん、大都会東京って感じだね。東京都心のね、中心部の大外からぐるっとこう回っていくようなコースですね。辰巳パーキングエリアから箱崎の方に向かってますけども、このね、新橋東銀座の方行くやつってあれ何なんですかね、これ別料金なんですかね、ちょっとよくわかんないんだよね。ちょっと試してみようかな。これ行くと回れないのかな。みんな使ってないんだよねここね。のとこ突き抜けていくんで、すごいっすよね、あのクジラの骨みたいな建物、なんだっけあれ、日比谷フォーラム、国際フォーラムだっけ。いやー、もうザ東京って感じっすよね。
感動なんですかね。そして別料金になってしまうんですかね。ちょっと謎なんですよね。調べてみよう、帰ったら。が来るんだよな。10分以内 KK 線乗り継ぎ OK なのかな。パーキングエリアから KK 線を乗り継ぐと、芝公園前にね戻ってこれるんですね。なるほど、これ料金同じだったらいいな、このコースも。東京タワーのとこ戻ってこれた。首都高面白。でも別料金だったらちょっと笑えない。何を意図してあの色になったんだろう。なんかあんのかな。うわー、何あれ。本当に中央委員整備課と相まってすごいことになってんな。あー、東京オリンピックか。そういうこと。おー、まあ、オリンピックカラーってことか、これ。そうか、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 そういうことね。はい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 。そうじゃなきゃあんな色であんないよね。はい、ね、それじゃあ、今日はね、エンジンケージ取り付けて、ガラッとね、S7 班の、まあ、様相がね、変わったわけなんですけども、まあ、ちょっといろいろとね、R6 と S7 班の使い方っていうのもまた考えていきたいと思います。バーンアウトやらね、エクストリームチックなね、技をねどっかでちょっと練習してみたいなとも思っております。まあそんな感じでね、動画でねお会いできればと思います。それではね、ご視聴いただきましてありがとうございました。 S7 班スタントいいじゃないですか。